水野都方明治41年4月7日は、明治時代の浮世絵師、日本画家。月岡義都氏の門人。元の清和の中、通称は、久米次郎、または久米三郎。王彩、正行と合須。神田東高野町に住む左官の棟梁の、野中吉五郎の長男として生まれる。聖来へお好み、父の仕事を継ぐべく仕事場に行って土こねをするさなかに、 しっくに小手を使って絵を描いていたという。それを見ていた出入りの旦那が、年方の父に向かって、こんなに好きなら一つ習わせてみたらどうか。失礼ながら、職人には惜しい品の良い子、骨細で色白な、あれ、あの日ざかりの土蔵の屋根で仕事をしている柄ではないと、時、父も年方が嫌と言えなかったことを不憫に思い、絵の道に進むのを認めた。こうして、 父の許しを得た年方は、明治十二年数え十四歳で、月岡義都氏に入門し浮世絵を学ぶ。しかし、この頃の義都氏は、借金をして遊郭に入り浸るなどの不行績が目立ち、これに我慢ならなかった年方の父が翌年には連れ戻している。その後生活のため一時、鈴木が古文家の山田流棟に、陶器がを学び、薩摩陶器が工場。 上村方の職工長となっている。16歳の時父を亡くし、陶器の下や未来を描いて自立している。明治15年に、吉都氏が第一海内国会が共振会に出品した藤原康政月下郎宮オズで名声を得て、翌年これを西京にして出版されるなど、吉都氏の社会的評価が高まるに乗じて、年方は再び義都氏に支持する。なお、水のせいに変えたのも、 吉利市再入門と同じ頃である。吉利は弟子を大変可愛がった反面、気に食わぬことがあれば、六尺棒を振りかざしてどやしつけ、破門すると言っては叱りつけるような、厳しく難しい人柄だった。結果、通わなくなる弟子も珍しくなかったが、年方は熱心に通い、吉利の叱責にも涙をこぼしながら黙って聞いていたという。36河川より、 茶の湯明治26年、佐藤忠信三冠の図明治31年早くも明治17年にデビュー、武者へなどを手掛ける。翌年の見立て番付、東京流行再研究清絵の部では早くも12番目に載っている。明治19年頃からは大和新聞に挿絵を描いて名を挙げる。この時を機に署名もの中から水野へ改めたと見られる。 23歳か24歳の頃には、日本青年絵画協会に出品して認められている。また柴田宝州に難画を学び、明治23年に宝州が没すると、渡辺商店や三島商窓について、難画、課長画を学んだ。別号の、昭雪は、商窓とのつながりによる。一方で小実家の松原作について、夕食古実も研究した。明治25年に、 吉都が亡くなると、都市方が二代目大津王年を名乗るのは取りやめになったが、実質的に吉都一門の後継者に押された。明治28年総監の文芸クラブでは13年間に52枚の口絵を描き、多くの文学小説の単行本にも差し絵を寄せるなど、尾形月光と並ぶ人気差し絵画家となる。都市方の活動期は、 ちょうど日本の出版業界が勃興する時期に重なり、口へ差し絵の評判次第で、売れ行きが大きく変わることから、何でも描ける年方のもとには作画の依頼が引きも切らなかった。当時最も注文が多かった画家と言われ、気真面目な年方はどんな仕事でも依頼されれば断ることができなかった。西絵でも、今用美人のようなシリーズのほか、風俗画を多く手掛け、 吉利や洋州地下信の歌川派様式とは異なる穏やかで気品のある独自の風俗画を打ち出した。反面、本画の方でも歴史人物画家として活動し、明治31年日本美術協会の日本画会結成に参加。第一回展に出品した佐藤忠信参観の図は、区内賞御用品となっており、年方は日本画会の評議員になった。同年、 日本美術院の創設にも参加、特別参上院になっている。さらに、日本絵画協会第5回絵画共振会で、工場伊藤を受賞するなど、自ら日本画を出品し各種の展覧会で活躍した。翌明治32年には、日本絵画協会第7回絵画共振会で、平忠田則田が同杯を、明治33年の日本絵画協会第8回絵画共振会で、 富邦が同じく同輩を明治35年の日本絵画協会第13回絵画共振会で立花の早なり女が銀杯を受賞した。同年、小堀智音と歴史風俗画界を結成し、ますます歴史画に打ち込んだ。年方のこのような活動は浮世絵師が時代とともに町絵師から芸術家へと変わりゆく時代を示すものであった。去年死因は 当時の不法記事では、脳疾患と書かれているが、過労とも言われる。墓所は、台東区の谷中墓地にあるが、管理するものもなく、荒れ果て、無縁墓として撤去が危惧される。また、神田神社には、大正十二年五月に、弟子たちが混流した、水野利方検証碑があり、こちらは、千代田区指定文化財として指定されている。法名は色雲院空誉れ年法古寺。 門下からカブラキキヨカタ、池田てるカタ、坂木原松園らの美人画家のほか、小山光方、武田隆方、大野静方、荒井漢方らの画家を輩出した。また、五歳の水野修方も年方に支持し、日本画家として活躍している。修方は、年方の差し絵下絵、構成釣り、蔵書、浮世絵コレクションを帝国図書館に寄贈し、現在も、 国立国会図書館に所蔵されている。死亡直後に年方の特集を組み、後の年方の伝記に大きな影響を与えた、絵画創始第252号では山本町と記しているが、当時の神田の地図に山本町はない。ただ少なくとも年方が育ったのは東高野町であったらしく、カラキキヨカタが入門した当時も東今屋町としている。カラキキヨカタ。 水野年方育、く株らききよかた、年方先生に入門。絵画宗始第252号では、吉利氏の門に入る傍ら、山田龍頭について、陶器がを学んだと記しており、この説明を踏襲する記述も参見するが、こちらの方が正しいと考えられる。吉利追憶団小林金女子を囲んで、小林金は、吉利氏のご再体の連れ子で、 月岡光陵の妹にあたる。宇田俊秀、年方団。日野阿信と共に出品。両者とも、現在個人像。現職清江大百科辞典。第二巻は、年方の墓所を、松場朝廷源氏としている。茨城県天新記念伊津浦美術館編集。発行、日本美術院津浦井天百年天津と、日本美術院の春英たち2006年。 pp 2022112113単行本論文展覧会図録解説書辞典類ありがとうございます